SS バンタム級の決勝戦です。井上はどちらかで、おっと左のジャブ、前のキーポイントをジャブと上げていましたが、ここは左ストレート、ボディへ、今度は左、そんな趣旨のコメントを試合で話してました。今度は右だ、しかしそれを左です、ここ返していく、ここ返していった、ドリアだ、ドリアがガードの方に左ボディ、井上の左、ドリアの左が出る、井上の方が凌駕していると思う、バンタムまで戻してすると、はい、ジャブではなく、左すごいパンチらしいもんね。あのジャブがもっともっと当たれば早いでしょうね。左から右です。あとこのドリアの左側のコンディションも山田さん良さそうですかね。そうですね。また上の選手も。ドリア、ドリア、左ボディだ。引き上げようとしていますね。そうですね。右の一番望んでいた決勝の相手と戦えることになった。そう話をしていましたが、さあここは左を捉えたのは一瞬早く井上尚弥の方でしたが。なんですけどね。はい。右から左だ、当たる距離で出してきましたね。一瞬これが強めてきましたね、はい、ポジション森さん、はい、そのドニアサイドですけどね、セコンドはですね序盤から攻めてくるのはもう分かってるんだろう、はい、ですから大きいのを待つのではなくて、という鈴木アナウンサーのリポートですが、またあの左肩下げて左だ、長いジャブだ、左だ、しかしドニアも左フックを返していった、いやドニアの左だ、パンチちょっとカットしましたね。これ有効なですよ、バッティングでもないと思います。ただ右の目から出血が見られます、おそらく有効だ、左から右のフック、リングサイドには香川照之さんがいらっしゃいますが、香川さん、はい、井上が始まった側がドネアの手繰りからノックアウトしたら、そういうことになります、まあ、右の飛行機振り回さなかったんで少しこう焦りましたね、さっきのラウンドは、はい、アマチュア時代から通して顔に傷を負った、うん、ただこのラウンドはまだ少しいつも通りの井上選手に戻って冷静に戦ってます、はい、という立本アナウンサーのリポートです。ですから山田さん、確かに右のガードの意識は高いですね、はい、そうですね、それはもう陣営からしっかりと、またあのカットさせたパンチっていうのはもうすごく溜めて、はい、いつも一時は少しの負けも込んで限界点も支えがれ始めたドネアなんですが、うん、そうですね、ここまでプレスをかけてこういう展開に持っていけると思ってなかったですね。いやちょっとこれ井上尚弥がプレッシャーを受けています。森さん、左ボディ、はいどうぞ。ドネアサイドですけれども、あのボディへのフェイントを含めて賢く動くようにという指示が出てますね、はい、相手はカットしているけれども油断しないようにという指示です。十分に生かした戦い方を僕はしている、今までの集大成をこの試合で出しているように見えます。はい、まあ、ドネアの序盤から戦ってはいるんでしょうか。そうですね、冷静なんで少しは まだいつも通りほどまではいかないように見えますよね、はい、バイオンの時にどうしようかっていうのを考えてるんですかね。鼻からもどうやら少ないようですが出血があるようです。珍しいですね、今までクリーンヒットをほぼもらったことがないという井上、まあ、鼻血井上です。おっとドネアがまず出会ってみたい、勝負で入りました井上。このラウンド井上選手狙ってるのかな、ちょっと手数が少ないなと思います。そうですか、ここは左の井上直弥サイドですけれども、井上慎吾トレーナー、左コツコツ当てて倒して組み立てていこうというそんな指示ですね。という井上を指導するお父さんの慎吾トレーナー、これだけの大観衆なんでね、プレッシャーも感じない方が出てきました。井上史上最大のピンチ、やはり最大の強敵のみとどめ憧れて、井上は10代の頃からこのドネアのボクシングを吸収してきました。今下に打ちましたけど、はいはい、以来右のストレート伸びてくる、これは井上選手も非常にこう余裕が出るので、見てて僕は安心しますけどね。そうですか、右のアッパーから左フックだ、井上も当たるのかっていうのは、リングに上がるそうです特に、左フック並びに右ストレート当てようとしている、はい、もう本当に前の4ラウンド素晴らしいラウンドです。お互いチャレンジさせて、はい、もう本当に最強を決める戦いです。右のストレート井上尚弥、左、しかし左のボトスから、まあ、この試合はオープンスコアはないんですが、長谷川さんはどう見てますか。山中さんはどうご覧になってますか。いやほぼ互角じゃないですかね、はい、右のストレートしました、先ほどのラウンドから井上君も、いきなりアッパーを出したり、はい、左、ドネアに対してどういうパンチが当たるかっていうのは徐々に把握している感じはしますけどね、はい、おちょっとこれ左ジャブが当たり始めます。ラウンドこれまでも使ってきたこの左のジャブですが、井上の左の方が伸び始めてきたようなそんな印象があります。右の大振りドネア、まあ、この激しい中にも、すごい右のストレート駆け引きがありますから、そうですね、打ち合いだけがボクシングじゃなくてやっぱこういう技術だと思います。井上はまだ自分の強さの底が分からないという話をしていました。それは
スを崩したところに見事なカウンターを入れましたね、の悪い状況でも井上選手のやっぱり底力っていうのをあの一発で見た気がします。村田、しかしこのラウンド時間がない、奪えるか、ノックアウト、ダウンを止めるか、簡単に対策注意をしようと、はい、そんな指示ですね。ここはその左ストショットではあります。そうですね、右ストレートとヒット、井上選手相手にそれができるかどうかは分からないですが、はい、そしてトラフの少しからうまく作ってるんで、はい、井上選手だけ当てれるんですよ ね、 ありますね。右前に出てくるところ今度は逆にカウン、右のストレートです。もう一回右、今度は左、しかし過ぎてますよね。井上直弥ですか、いや、ドネですか、はい、はい、柔らかく使って、少しずつ日本のモンスターが削り始めてきてるんでしょうか。残り10秒さっきのインターバルで、まあ、回復できたので、はい、まあ、すごいトレーニング、ランニングしたり足腰のトレーニングをしてきてるんだろうなとは思います。そうだいぶ楽になると思います。あ、そういうものですか。やっぱ集中というのはいいんですけど、ドネアにこうリズムを出させないようにしな、もしかしたらこのラウンドの後半に攻撃パターンを増やすかもしれないんですけど、井上は時にこの左のジャブを鋭く刺してきますか。井上選手はそれ得意パターンの一つでもあるんですけど、左から右のストレート、ワンツーです。井上直弥左を刺して、そこに右のボディはドネア、そこに右のカウンターフック、左の差し合いになった。左、いいですよね、このジャブ、すごい、こう、いや、楽しんでると思いますね。左、ストレート、ロープ際に置いて、左フックだ、井上直弥。さあ、これから第8ラウンドを迎えます。リングサイド、村田さん、はい、ここからの勝敗のポイント。それで高い、局面高いということがいっぱいあったはずなのに、はい、ジャブの差し合いにもなってるの、はい、井上選手のこの下半身、あー、危ない、危ない。あのアッパーも上手いですからね、無駄に出せないんですよ、ね、そのあたりの強敗ってそういうところでしょうね、左フックを当たる力が入らないのかもしれないし、調整そのものが万全だと、万全の仕上がりを見せてきた両者、最近はねこの長いラウンドやってないのが、はい、今度は右のボディ、右のフックも返してきました。ドネア右のボディ、左のフック返してきた、始めています。ガモガモガモロ、でもどんどん右のカウンター、いいのは当ててるんですけど、ジャブを出せるタイミングを作ろうという話をしたところにもう一度もらったんですかね、はい、右の服返していく、ドリアム左服、こんな左を返していくか、切れましたね、試合の序盤で右のストレート、ドリ同じ箇所からの出血かと思われますので、この流血が激しくなると第8ラウンド、左のボディを伸ばした後ジャブは上に持っていきました。胸で受けた傷ですので、そうですね、これが致命傷になると井上は苦しくなります。そしてこのラウンドは長谷川さん止まっていたんで、はい、まあ、気にすることはなかったんですけど、再び出て、まあ、少し気にして、はい、動きに影響は、出血直後は右のガードをやはり高くしてその傷を守るようなディフェンススタイルを取ってきては、いけばレジェンドドネア、左フックを返していった、井上抱いていました、あ、左を差し込まれてきた、そして右の前へ打ち込まれてきた、一瞬ひるんだ井上、しのがないとダメです。まだ残りは1分半ある、右のストレートを回してくる、来い来いという井上尚弥、落ちかけるシーンがお互いに1つずつ組み込んできて、右のストレート3つということになります。まあ、ポイントを長谷川さん、どちらがどう取ってるかというのは、はい、大きな、そうですね、まあ、ジャッジがどう見てるかっていうのもあると思いますね、はい、見方によって大きく変わってくるとは思うんですけど、山中さん、そう話をしていたのはノリとドネア、自分のキャリアの中で気づいていた引き出し、それをいつどのタイミングで開けるか、その能力が自分の最大の武器だから、左ボディを使って井上尚弥、まだ30秒あります、ショート、これが5階級制覇レジェンドのガードを左をもらった、パンチが当たる距離になります、右から左、これは軽いパンチ、そして今度はボディ展開に持っていけたら今の選手としてはだいぶ戦いやすい。1ラウンドに入ります、よく持っています、先ほどドネアからラウンドバッター、すごいですね、はい、右のストレートはこれは空を切った、ドネアのパンチを見切ります井上尚弥、ラストラウンドです、ドネア勇気を、ドネアさん、なければ1強者です、右のストレート、井上も不用意にブルビー ES、
届くか。最後の戦い、ここで試合終了のゴングが鳴り響きました。いやすごい試合でしたね。井上の強さを目の前にして自分にもこれまで何回かようなワクワク感を感じているというふうに話をしていたのはノリとボネ、互いに最大限のリスペクトを、そうですね、持っている者同士の戦いでもありました。Still undefeated, Naoya!